メンツがえぐいことになってますよ、本当に。私はクリプトですか？そうです。いや、ちょっと本当にユキオさん勘弁してくださいまして。いもやう、私がクリプトじゃなくなってから全てうまくいったじゃないですか。ー。もういそういうやいこや、とそでんすな。よ。私は、慈愛の神にはなれなかったんですよ。もう、やめましょうユキオさん。石川さん、お願いします。いや、本当にやめましょう。ちなみに、これどういうことですか？レイスクリワト。いや、もうやめましょう。で、直弘さん、クリプトやろうよ、一回。一回回そう、キャラ。俺、ワトソンの方が絶対得意だし。いもっとや、使っそんなこてるとから。ないよ。うん、大丈夫、大丈夫。安心して。直弘さんがジブ絶対使わないみたいな、俺もクリプト絶対使わないか いや、そんな、あれはしてないよ。大丈夫、ら。直弘さん、別にいいよね。直弘さんもそうしてるし、許してるし、俺。直弘さん、いいよ。大丈夫。もう、いいっすよ。石川さん全然いいっすよ、そういうの。いや、本当に無理っす。じゃあ俺クリプトで、まあ石川さんレイスでいいや。いや、私はワトでいいんじゃない？レイスで、それはちょっとよくわかんない。それ一番私意味はがとわからないです。のクリプ選択肢。ト、クリプトユキオさん、レイス、ナオヒロさんでいいじゃないでそれはちょっとわかんないです。意味が。それでいいじゃないですか。いやいや、通らないです、それは。いや、クリプトはやらんで、私は。慈愛心のなり損ないですから、私。そうなんですあか。なたが真の慈愛心です。ナオプといいと思うけどね。ナオプといいわけねえだろ。めちゃめちゃハうゲまいがと思よ。うけいや、ちょっとマジ、ちょっと一回クリフト頼むわ、ほんま。ど。ノーといえば。解散。ロカイさん。いいえ。解散です。下手天国が地獄の日々に変わるんすか。いや、わかんない。ちょっといろいろ試しましょうよ。とりあえずね。わかったよ。とじゃりあえず、とりあ、あえず。残念。あ、オッケー。俺は別な、どっかの、ハゲみたいに、ロールがどうしても、って時に、キャラ、なんかのキャラ使わねえのか俺は言わねえか。って言ってたけどね、さっき。あどっれ。かのハゲカスみたいにね、直弘さん。ああ、ハゲカスがいるんうするか、せどっかに。うるせえ。うるせえです。うるうるせえさとのこい。とです。うるさい。シンプル、非常にシンプル。うるさい。うるさいとのじことゃあ、で直弘す。さん、ジブラタでやっていただきましょう。怖いですよ。わあ、マジかよ。あのコミケラ使うのかよ、俺も。ちなみに昨日、アッシーさんのクリプトで俺ら4位だったよ。総合。5位か。5位ぐらい。あれ、マジか。そんな良かったの、昨日。だ本当からに？もう本当に、へしこさんが本当にクリプト嫌なんなら、もう全然やめてもらっていいおう、そう言われたらやめたくなるよ。燃やせよ、闘志を。やめたくなるね。うわ、マジかよ。またこいつなのかよ。またこういうクリプトか。クリプトはもううんんざざりりだ。だ。移動するわ。早む。金カーゴ、金アーマーや。紫アーマーあるよ、俺。もう行くわ。やば、男だ。移動です。スナイパーストック紫3倍いる人。I want, I want, I want, I want. やっぱへしこさん遅いね、明らかに。遅いよ、あなた。びっくりした、遅すぎて。ん？なんかおい、やり合っ、身長が引き。いぶし銀とミーティアか、やり合ってんの。戦国かな？あ、戦国か。皆さん、いぶし銀だって。いいね。あれですか、かのオナヒロさんが先行で落とされたという。そう、こんな大物が。一生後悔しとけや、マジで。いやいや、その時の採用担当は、マジで間違ってなかったと思いますよ。まあ、そうですね。見る目が1ミリもねえよ、本当に。今日の息子ですか？やばい、とんでもないレイティングしてる、俺。
へしこさん、たるんでますね。足遅いな、このファイル。このキャラ。本当に遅いわし。今回はマジで遅い。やばくないお前。どういうこと？どうした？聞くで、話、ほんまに。話聞こうかですか。うん。あ、谷口君絶対これだろ、君が遅いの。お前絶対屋上漁ってんじゃん。欲望の塊かよ、お前。今気づいたわ、お前。お前さ、もう本当にお前もうやめろよ。ね、これやん、最後。お前、マジか。3回漁ってますから。いや、1、2回でこんな遅いかなと思って見てたけど。いやー、やはり目の前に品があると、ちょっと人間心が踊りますからね。絶対すぐ死ぬやつやん。いや、死なというものは恐ろしいですよ。何事も。でした。すごいな。俺アイテム選んでるからね。ダメなんだよ。捨ててるからね。最後驚異的なの見て最後。いやもうだって2回漁ってる時点でもう50メートルぐらい離れてる。そう降りてんだよ。でこっからこっからなんで。いやー見られてますね私も。すごいなお前は。これまあ本当これもつ次へ見られてますねじゃねえんだよお前は。クリプトのキャスか一回通り過ぎてモザンビーク引き返してきてるもん。これマジ次やったら本当にクリプトのキャスよ本当に。いやいやちょっと勘弁してくださいよそれだけは本当に。すごいなお前。すぎるだろ。化け物かと思った。いや勘弁してくださいクリプトだけはちゃんとやるんで。直弘さんのあのイキリツイートのコピペが貼られてます僕の配信。いや俺の配信のコメント競技だりい人絶対 100% 服従するという条件で最高権力の IGL1 人決めて他2人はイエスかハイか喜んでで 0.1 秒で従い勝ったら全部 IGL のおかげ負けたら全部 IGL のせいにすればめっちゃ楽ですよ反省会風の結果論敗因押し付け合いめっちゃくだらねえというのが私の考えです一石を投じますね直弘さんいやー投じますねワンストーンを直さんこれ絶対さ触れられんなと思ってただろうなあてか俺んとこにも来たわ全くこなしの今2日ぐらい置いていじられるんだなこれ直ヒーラー直さんどういうことこれちなみにこういうのは誰を指してるんですかこういったのはその最後のそのやっぱそれはとても反省会風の反省会風のっていうのはおそらく別のことを指してるということですよ ね、うん、これ全部嘘っすねこれは結構おいやそんでは通らないでしょうよ通らないでしょうまあまあだからもうその最初直弘さんの件なんですけど最後の分もまあどちら様に物申してるのかはちょっとわからないんですけどその負けたら IGL のせいにしてみたいなところに関してもやっぱそう思ってたんですか仲間だった俺たち、うん、やっぱ3等分じゃないんだ負けたら IGL のせいなんだあ俺そう思われてたんだなんか、うん、さっきも多分、うん、記憶のせいなんじゃないですか直さんが、うん、そうだよねうんうんそういうことになっちゃうよね平田？うん？バックで直弘さんに逆らえねえが直弘さんの言う通りなんだろう多分。平田？そうだよね。アイアム。アイアム。アイアムなんだ。アイアムなんだ。うん。ちょっと今戻ってきました。ちょっとトイレから。そこはアイアム。丸々聞いてなかったんだ。いやアイアムもアイアムも変わんないですけどね。さすがにアイアムあるでしょ。そうなんだ負けた時やっぱ俺のせいにしてたんだ心の中ではいやいやいやどこも喋らなかったけどだって書いてた通りでしょまあまあそうっすね IGL のせいまあまあそうなんすよすごい潔いないやもうこれだね多分あがいても無駄っすからいや潔がいいですうん素晴らしい、まあ、潔赤い潔なんかお前I am.